この検査は何か、1、2、3、4選んでねっていう、この検査っていうのはね、一応ちょっと補足しておきますけど、60って書いてあるやつ、これ、この一番上、この心電図ね、一番上で心拍数が60って書いてあるやつ。さあ、これは何ですかと、三極モニター心電図なんですか、安静時の十二誘導心電図なんですか、負荷心電図なんですか、ホルダー心電図なんですかっていう、さあ、1から4選んでねっていう。すごい楽しみ。どんなやつが出てくるんだろう、これ。みんなの結果が知りたい。いや、これさ、現場に出てる看護師さんだったらほぼ 100% 合ってると思う。多分現場に出てる人たちだったらね。でもさ、みんな学生さんじゃない。これだからどうなんだろう。ちょっとどういう結果が出るのか知りたい。あー、やっぱそうだよね。正解は1番です。1番ね。これね、モニター心電図って、これベッドとか、例えば救急外来とか、例えば手術が終わった後とか、もしくは手術中とか、患者さんに赤、黄色、緑みたいな感じで3極のモニターを貼って心電図のね、モニタリングをするんですよ。で、これが1番が3極ですよと、3極のモニターですよと。で、それに対して安静時の十二誘導心電図っていうのは、こういうのじゃなくて、心電図のマシーンね、マシンでわーっとなんていうか出てくるやつ。これで説明になってるのかな。あっちが安静時の十二誘導心電図で、負荷心電図っていうのは、負荷心電図っていうマシンがあるわけじゃなくて、負荷をかけてただ心電図を取ることを負荷心電図っていう。つまり安静心電図と負荷心電図があるんだよってこと。安静し負荷心電図の代表的なのはトレッドミル運動負荷試験。トレッドミル運動負荷試験って、なんかその動かして心電図を取ることを負荷心電図って言って、負荷心電図っていうマシンがあるわけじゃないんだよね、まあ、簡単に言うとね。で、多くのこれっていうのはベッドサイドモニターって言って、ベッドサイドで、あんまり運動してこれを見ようとか、そういうことしないです、あんまり。なので3は違うよってことで、ホルター心電図っていうのはモニタリング。ホルター心電図ってね、僕つけたとしよう、つけた時のその心拍数をね、今表示することできないの。ここの中のチップに入れとくの。だからここにこういうふうに心電図出せないんですよ。このこういうふうに心電図が出せるのは三極のモニター心電図ですよと。みんな病棟実習とかに行った時にさ、病棟とかで心拍数が出てたりとか、手術中に心拍数が出てたりとか、あったと思うよ、いろいろ。それが三極のモニター心電図ですよっていうこと。だから間違えた人ってね、超絶ラッキーね。もう一回ね、そうか私ここが分かってなかったなっていうところを印しといてねって。だけど、まあ、これ聞きゃ大体分かるでしょ、大体ね。ね、よいよし、次行こう。次ね、心電図いくよ。はい、脈拍はいくつか選んでみて。1234、30なのか50なのか75なのか100なのか。ごめん、画面がちっちゃいかもしれないけど、ま、前のを見てもらっても良いし。いいね、これさ、みんなパッと答えられないんだね。パッと答えられないっていう、そのなんかよくわかった。あれ教えてあげて、 QR パッといきますよ。答えは、あ、できてんじゃん。なんでできてんの。え、なんだよなんだよ、できてんじゃん。その通りなんですって。これね、心拍数っていうのは求め方はね、いい、みんなの教科書に書いてある、絶対書いてある、教科書、自分の持ってる勉強してるやつがある。これね、いろんな求め方があるので、自由にやって、自由にやってっていうね。大概の人はどうやって求めた。ああ、そう、それいいかも。これさ、見た時にさ、心拍数ってそもそもこの一番大きい RR の間隔で求めるんです、間隔ね。で、今言った時に大体なんですよ、大体。僕たち分かんない、僕かもしれない、一瞬で求める技術が必要なんです。その時に聞いたことあるかもしれないけど、ここのさ、ちょっと5ミリマスがどのぐらいかってことでね、大体ね、これだったら1、2、3、大体4マスなわけ、5ミリマスが。で、その時に僕だったらどうやって覚えてるのかっていうと、1分間に3、もし RR がここだとしたら、ここが300、150、175。あ、これ心拍数75だなって分かる。
だからもう秒殺。その時にあ75だって分かる。だから僕たちあのみんなにもし覚えてなかったらメモしてほしい。300、150、100、75、60、50、43、38。そんなこと言うなってね。でもこれ一生使えるよ。いい300、150、100、75、60、50、43、38。え、絶対書いてある、どっかに。単なる1500割るあのミリ数をしただけなんだけど、それ絶対みんなに書いてあるから。だけどいい、一発で覚えちゃうっていうのが、あの一発でできるようになると超絶楽なんだよってこと。だってこれそうだよね、超絶楽だよねっていう。ね、もう一個いくよ、みんな。もう一個いくよ。はい、心拍数いくつですか。できたらサブミットしてね。いくつこれ。だいたい1、2、だいたい3マスだね。だいたい3マス。だいたい3マスって書いてある。そうすると300、150、100みたいな。75みたいな。っていうこと。だから心拍数が自分が苦手だなと思ったら弱点補強しといてよってこと。簡単に言うとね。さあ正解は、正解はじゃなくて、あ、めちゃくちゃできてるじゃん。すごいすごいすごい。そんな感じだよっていう、いい感じ。さあ次、はい、失神しました。診断は何かね。はい、この心電図を見て失神したよって。診断は何ですかっていう。いきなりレベルが上がったって思うかもしれないけど、ね、大丈夫、あの こういうのしか出ないから。サブミットしてね、答えてね。診断は何か分かんなかったら直感でいいよ。直感。あ、よかった、携帯持ってきた。大丈夫です、ありがとうございます。さあみんなどのぐらいできてるんだろう、気になる。2と3で割れたんで、2が、あ、うわーすごい、心室細動で、3が同不全症候群で割れたんだね。で、これ正解はね、こちらです、3です。素晴らしいね。さあみんな見てみよう。心拍数みんな数えれるようになったとしよう。心拍数数えるようになったとしよう。ちょっとねメモリちっちゃいんだけど、300、150、100、あ、ここ100だと。300、150、100、まあ大体100だとしよう。大体ね。いいですか。ここを見た時に300、例えばね、300、150、100、75、60、50、43、38、えって僕もその下言えないんですよ。20とか、あれあれみたいな。あれみたいな。だから20とか10とかなんてもうありえない話なわけじゃない。ね、でこういうのはもう高度の徐脈って言います。徐脈で意識を失っちゃうやつ、ね、で高度の徐脈で意識を失うやつってね、大きく分けるとペースメーカーが必要なんだけど、ペースメーカーが必要になっちゃうようなこういうやつってね、2つしかないんです。同不全症候群と完全防湿ブロック、この2つしかないです。意識を失ってもうバタンと倒れるような危ないやつっていうのは。だからこういうふうにみんな心電図苦手なんだよね。ね、なんか超絶簡単に言っとくよ。脈が伸びたっていう場合には同不全症候群が完全防湿ブロックのどっちかだから、山を張ってっていう、どっちか。それに対して心室細動ってね、多分あの言った人、失神したから心室細動っていう風に言ってきてね、心室細動って選んだ人って超絶ラッキーだよ。自分で、あ、そうか、同不全症候群の心電図が分かってなかったっていう人だから絶対良いですから。で心室細動の波形は後から出てくるので、あ、そういうの心室細動なんだなっていうやつね、分かる。心室細動ってのはもっと並々になっちゃうわけ、並々に、すごくこういう風にスーってフラットになっちゃうようなやつっていうのは、心室細動ではないですよ、じゃないよってことがね、分かってくれると嬉しいなっていう。さあ次いくよ。これね、国家試験から持ってきました。106回。これちょっとね、心電図でちょっと難しいんだけど、なんかペーシングっていうのが入ってるんですって。さっきみたいな
失神じゃなくて徐脈性の不整脈を起こすとペースメーカー入れるわけですよ。でペースメーカー入れた後の心電図が国家試験に出てました。さあ、心拍数はいくつですかっていう問題。さあどうぞ。3が多いね。3が多いです。正解は3番です。だいたい3マスなんで、3マス4マスか。300、150、175、一発。正解は3ですよって。心電図の基本って心筋梗塞みたいな ST 上昇ってあるんだけど、それ以外ってほとんど実は心拍数なんですよ。ほぼ心拍数だから、心拍数読めないとちょっと辛いかも。だから心拍数で求められるようにしといてねっていうね。さあ次いきます。心電図の診断は何か。さあどうぞ1234選んでちょうだい。心室頻拍なのか、心室細動なのか、心室気外収縮なのか、動不全症候群なのか。さあどれだ。あ、ちなみにね、私ちょっと優しい方なんで、もともとの心電図が上です。で動悸がしますって言って患者さん来たんです。それで心電図取ったら下だったよってこと。つまり上は正常の心電図ですよ。で動悸がした時の心電図がこうでした。さあ診断は何ですかっていう。もうなんか分かんなくてもいいからサブミットして。なぜかというと、いくら考えても直感的には、直感で分かんない人分かんないんで、なんていうかな、自分で選んでパンと送ってもう教科書見ちゃって。さあ正解いきますよ。正解は、あ、面白い。1番が心室頻拍、2番性が、心室頻拍が一番多くて3が次に多いんだね。心室気外収縮。さあ正解いくよ。正解はこちらです。2番です。いや2番の人拍手だね、これね、素晴らしい、ね、正解は心房細動ですよっていうことね。心房細動の心電図ってどういうのかっていうとね、いい、これみんな前見て、脈がねバラバラなんですよ、心房細動って。で もしもちょっとすごく強引にやるよ。強引にここだいたい3マスぐらいで300、150、100、300、150、100、300、150、100、300、150なの。ここで300、150、100、300、150、100、300、150、100、100、300、150、100みたいな感じで脈がねずれちゃうんですよ。よく見るとこの RR の間隔がここよりもこっちのが長い。例えばここよりもこっちのが短いじゃない。ここも短いけどこっちのが長いみたいな。ここ短いよね、長め、ちょっと長めみたいな感じで脈がバラバラになるんですよっていうのが一つのポイントですよと。それからもう一つのポイントは、上と比べてほしいんだけど、上ってさ、なんかちょっと電気的にこうなんか心電図的にまっすぐになる線があるでしょ。まっすぐになる線があるじゃない。心房細動ってまっすぐになる線がないの。なんかノイズみたいな感じ、なんかずっとこうやって入ってるような感じでスーってフラットになるところがないの、心房細動って。これはねスモールの F 波とか細動波とかってね教科書に多分書いてあると思う。だからみんな自分の何教科書とか自分のも勉強しているところにチェックしとくんだよ。これ心房細動だよって。でこの方はもともとが同調率で PQRST で正常なので発作性の心房細動の診断です。診断的にはねちょっとそこまで解いてないけどね、心房細動って何、脳梗塞に関係があったりするので、ね、血液サラサラにする抗凝固療法をしたりするので脳梗塞とめちゃくちゃ関係のある不整脈なんですよ。だからねこれもね多分ですね皆さんの国家試験にも絶対出ると思う。良いですか。次いくよ。はい、心電図の所見で正しいのはどれか2つ選びなさいっていうのが104回の国家試験で出ています。あ、みんなできるかどうか分かんないけど、もしそのこれ欲しかったら何スクリーンショットすれば撮れるからね。スクリーンショットすれば12345選んでねっていう。
際の国家試験はこうやって出るんだね。どん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 選んで、自分の教科書を、回答してサブミットして教科書見てねっていう。あのね、分かんない人はいいんだよ、分かんなくて。今分かる必要ないからね。分かんない人はこれからみんな国家試験までにできなかったところを勉強してってこと。よし。1と2が多いね。1番 RR の間隔が不正、まーる、素晴らしい。で、細動波の出現、丸、そうだね、 OK ね。1番と2番が心房細動で重要なところなんで覚えておいてねみたいな。で、この QRS の消失って何かって言われたらちょっと僕も分かんないよ。僕も分かんないけど、多分動不全症候群みたいな、ちょっと分かんないけど。ST の上昇っていうのは心筋梗塞で、陰性 T 波っていうのは、T 波が、ね、陰性になっちゃうとかそういうことなんですけど、そういうことではなくて、これ心房細動ですよってことね。1番2番 OK、 いいじゃない、素晴らしい。さあ次いくよ。はい、脳梗塞を生じやすい不整脈はどれか、1から5の中のうち1つを選んでください。心房細動なのか、 WPW 症候群なのか、心房性気外収縮なのか、心室性気外収縮なのか、完全防湿ブロックなのか。さあ、脳梗塞で、ね、ボタンと倒れた時に、実はですね、大体 10% から 15% から 20% ぐらい、大体 20% 弱、実は不整脈なんですよ。脳梗塞の原因が不整脈、心臓が原因なんですよ。で、その中に圧倒的な多い不整脈があるんです、この中にね。さあ、みんなどんどんサブミットしてね。さあ行くよ、答えた。正解はというか、みんなの傾向、あ、よくできてるね、素晴らしいね。正解は1番ですよ、心房細動ですよと。脳梗塞、脳塞栓症ね、ほぼ心房細動ですよということです。これね、ちょっと僕名前出していいかちょっとわからないけれども、みんな知ってるか、小渕首相と結構みんななってるね。小渕首相もそうだし、長嶋茂雄監督もそうだし、元日本代表サッカーの監督でオシム監督っていたのね。オシム監督もそうなんだよね。結構ね、実は有名人の方もなってますよっていうね。そこをね、覚えておいてね。心房細動で側線いきますよ。じゃあ次ね、クイズいくからみんな用意しといて、いくよ。なんかこの点数関係あるからね、いくよ。クイズね、もう携帯片手にいきますよ。心臓も、心電図モニターで不整脈の変化が見られて、この時に初期対応として正しい適切なものはどれか選んでちょうだい。これ国家試験から持ってきたのかな。胸骨圧迫を行う、体表面ペーシングを準備する、自覚症状がなければ経過観察をする、自覚症状と血圧を医師に報告して指示を待つ。さあさあ、この心電図が何なのかっていうことだね。はい、みんなどのぐらいできているかが超楽しみです。ああ、いいじゃない、素晴らしい。1番が正解です。1番正解ね。胸骨圧迫を行うよと。で、この心電図ね、この心電図は心室細動ですよっていう、こういうやつ、なんかちょっと素人っぽいけど、心房細動っていうのはただただ何 RR がずれちゃうやつで、こうなんか細動波みたいなやつが出るんだけど、こういうもうこういうぐちゃぐちゃになっちゃうやつを心室細動ですね。だからもう見た目の患者さんはこう心臓止まってるのと全く一緒、心臓から大動脈に血流が全く出ていないよということで、胸骨圧迫ですよということです。良いかな。だから間違えちゃった人は心電図で心室細動ってチェックしといてよ。これね、僕も分かってるんだけど、心室細動で倒れたって言ったら胸骨圧迫って選べると思うの、きっと。だけど選べなかった人っておそらく心電図が読めてなかったんだなっていう。だから自分の持ってる心電本で心電図をトレーニングしといてねっていうこと。良いですか。さあ、成人の心臓マッサージ法で圧迫部位はどこですか。